こんばんは。メタファイブの高橋洋一です。小山田圭吾です。レオ今井です。サウンドクリエイターズファイルこの番組は様々な世代のサウンドクリエイターが月替わりで登場作品にまつわる秘話や影響を受けた音楽をこだわりの選曲を交えながら紹介するプログラムです。聴いていただいたのは、メタファイブのファーストアルバムメタからあ love you tokio でした。 1月前半のサウンドクリエイターズファイルはメタファイブが担当します。改めまして高橋幸雄です。小山田圭吾です。レオ今井です。というわけで。まあ、そもそもなぜメタファイブというグループができたのか、というのを、ちょっとしつこく。またここで言いたいと思うんですけども。僕はあのまあ、ライブハウスというか、そこ結構大きい。キャパのライブハウスというよりはホールだよね。 そうですね、うん、ほぼ、うん、一応あのそういう、まあ、出来たての六本木のど真ん中にあるあのベニューなんですけどもそこの、まあ、1か月間国営落とし期間がありまして、えーまあ、細野さんと坂本君もその2010年の前の年年末になるのかな2013年の12月だったと思うんだけど 2>,、うん、2人が出てもちろん小山田君もその時いましたよね。 いましたね、うん。それで僕ゲストでドラムで参加するというね変わった形になってで僕その時ゲストだったんでじゃあゆきろさんも何かやってくださいよということでじゃあ何かいつものと違うことやろうと思って皆さんに声をかけたのが最初なんですけどまあ多分無理だろうなと思ってたの、うん、スケジュール的にもいきなりそんなこと言ってもあ,<ー>、えー、あれ10月だったから、うん、まあ11月頃に声かけたのかな やる前の年のそうでしたねうんそしたらできるっていうことでじゃあやろうよって言って高橋桐生メタ5テクノリサイタルというこれはライブ版だけ出てんですよね実はねそうだ、うん、出てますね、うん、だからなんとなくその時はもうちょっと半分パロディのように昔っぽい80年代っぽいテクノみたいなのを中心にやろうとか YMO、うんうん、の曲を まあ、マリンこと砂原君がいるんで、えー、忠実にまあ再現したオ、OK、ケでやってみようとかっていう半分ちょっとこうファンサービス的なライブだったんだけどここからはちょっと皆さんにお聞きしたいんですけど「雪アンドメタファイブ名義からメタファイブに変わったのはなぜですか?」という書いてあるんですけどここになんでですかねなんかこれはアルバム作ろう的な話になってうん、うん、そうだよね まあそうすると今まで幸宏さんのこうバックというか、うん、バックバンド的にこう集まってたけどまあメンバーもちょっと能動的に作品を作ろうみたいなことでなったんじゃなかったですか、うん、そうだよね、うん、つまりあの幸宏高橋メタファイブウェドメタファイブよりも,もう僕も中に入っちゃってメンバーの一人として6分の1になっちゃった方がなんかこう分かりやすいと、うん、バンドっぽいんじゃないかとそう,そういうことですよね ところでねずっと去年からずっとこうみんなで稼働し始めてプロモーションとかにその時質問でいつもえー、っとまあ最初はライブ版が出たとこまではみんなは納得業界の方々もしてたんですけどなぜアルバムを作ることになったんですかって質問多かったでしょうこれが誰も思い出せない誰が言い出したのかね僕はあの自分でアルバムやろうよって言った覚えないんだよね うん、気づいたらなんかそういうことになってましたねそうねレオ君のせする全然いいですよ、うん、じゃあ<の>レオ君のせいとあのー、いつでしたっけ2014年の甲殻の機動隊の、えー、イベントでやったのがきっかけだよね幸宏高橋メタファイブとしてのまあ最後のコンサートのであの時に割とこうすごい すしかったです持ちがよかったね。感僕が良かったからそこであそこでく君がやろうって言い出したわけねもう九州合併やるぞとお前らやるぞと全員並べ年若いけどちょっとラメじゃねえぞみたいなことで僕たち集められたということにしようかねそういうことにしておきましょうまああとの3人がやるときはどういう話になるかわかんないですけどねこれ。 一応そうなったってことは伝えておきましょうね、うん、<laughs> 実は全員でスタジオに入ったのって結構多分アルバムの制作期間半年だとすると賞味10日もないよねないですね、うん、であとは全部皆さんあてのデータのファイルやり取りでやったという、うん、これがまあいかにも最近らしいレコーディングそうですねかなり現代的な しかもあのあ海外のアーティストとだったら、うん、まあこれがすごい便利なんだけど、うん、日本にいても会わないというね <laughs> 別に会えばいいじゃんみたいなのもあるんだけどよほど込み入った話がない限り会わなかったよね特に亮君は塩いっぱい作んなきゃいけなくてみんなから振られるもんだからそこでは個人個人何人かと会ったりしてたんでしょ、えー、そうですねあのていさんと一緒に 作った歌詞まあそういうのはたまにありましたけど、うんうん、でも結構みんな特に最初の頃はみんなそれぞれのスタジオでこもってやってる感じでしたよね,だ,ねだからクレジットを見るとそれぞれのスタジオの名前があって、うん、僕以外は僕は大体権藤君とこでやっちゃうから家ではやらない主義なんで。あ 自分ちなんですけど、え <laughs> オズハウスとしか書いてないんですけど。いい, <laughs> いいじゃないですか、自分のリビングってこと。<laughs> はい。ええー、まあ、あの、宅ク,クってやつですよね。そうですね。よく言う。まあ、それがデモになりながら、どん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 みんな、あの、やりとりがすごい面白くて。僕は割と最初のうち、に曲作って、まあ、最近ちょっと忙しくなっちゃったんで、僕と今度がいない間に。やりとりだけは、み、こう、ちょ、みんな当てに来るから、見れるじゃない。うん。 そうすると曲がどん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 ダウンロードすると面白くなってたりしてその時暇だった人たちがどんどんやってたよねそうですね、うん、初期は幸ろさんとゴンちゃんがツアーに行ってて、うん、そうね亡くなった時と帝、うん、さんと亮君とかで割とやってましたからなた、ねうん、で後半になって、うん、砂原さんが本領白衣と、うんうん、ゴンちゃんとかスナピーすごいよね <laughs> 最後の仕切り方はまとめ方とあの粘り強さと <laughs>、うん、伝言ゲーームスタイルのレコーディまあでもたまにみんなでその中でも会ったりして、えー、ミーティングするとやっぱり一回はスタジオに入ろうよみたいな話がなってきてでやっぱりスタジオ大きなスタジオ借りて貸してくれたりするとこもあったし、うん、まあそこでやったわけですけどもいやみんなそれぞれ。 こう力入った曲作ってくるから濃い濃い感じがですね特に打ち合わせしなかったんで、うん、みんな割と最初にボンって出した曲は力入ってたんでテンション高いですよねテンション高い、ね、相当高いよね相当濃くなっちゃいましたね <laughs> まあそれをあの砂原 P があの見ててもうちょっとテンション低めのもあのやろうとかっていうそうですね、うん、話も出てきたりして まあ影の番長というかですね。そうですね。まあ、とめ役にもなってましたけど一番客観視してるっていうか。うん。まあ遅れを取ったっていうのもあるんでしょうけど、ね、実 <laughs> はちょっとわかんないですね、それはね。えー、もう一曲をとりあえずメタから聴いてみましょうかね。これは、レオくんですね、作詞作曲。そうですね。うフ、ん、メタ5で、メイジーズアベニューでございます。 さあそういうわけで聞いていただいたのはメタ5のファーストアルバム「メタ」から「メイジーズ・アベニュー」でしたでメタ5がお送りしている「サウンド・クリエイターズ・ファイル」ここからはですね「テクノ現体験」をテーマにということなんですよそれぞれが選曲しようとうううそもそもねテクノって言われても、まあ、僕たちがちょっと責任はあるんですけど今から30年30数年前に まあクラフトワークとかまあ聴いてて細野さんと坂本龍一君と YMO を作った頃にそのテクノポップという言葉をがまあ出てきたんですけど、うん、最初の頃はね実を言うと細野さんとメタポップって言ってたんだよねそうそれ昨日初めて聞いたんですよね年明けて初めて聞いた、ね、<laughs> <laughs> テクノって言葉は YMO 始めた頃はなかったですかなかったですねなかったですか、うん クラフトワークのことテクノって言ってなかったか言ってなかったです、ね、うん,と思うんよね。うか電子音楽みたいな。ああなるほど。うん。なんかテクノにそれにポップってつけるのがいいんじゃないかっていうんでテクノポップってって。うん,うん。なんかメタっていうのもうちょっとこう。 超突然変異ポップみたいな細野、うん、さんってそういうこと書くの大好きでそっちの方がかっこいいですね <laughs> テ,クテクノポップよりも <laughs> テクノはでもメタポップですねメタファイブはテクノポップというよりも例えば今の明治ですなんて最初は結構普通のこうロックだったのを、うん、みんながいろいろ 触るとああいう感じになるというね。そうですね。普通のコーロックともまた違うけど、生ドラムが入ってちょっと80年代後半から90年代の香りのするドラムサウンド。うんうんうん。狙いでしょ。うん。そうですね。うん。メタファイブまあテクノっぽい感じもありますけど、まあテクノじゃないですね。今はね違うね。メタポップですね。メタポップ。メタポップってことにしましょう。でもそのルーツは。 あ最初はメタポップっていう言葉を使ってたけど、まあ、テクノっていう言葉が分かりやすくてテクノポップになっちゃったんだけどうん、うん、そもそもそれが世界中でも、まあ、クラフトワークのことをテクノって言うし、うん、だからテクノの定義っていうのは実は僕とソさんとか、まあ、教授もそうだけど別に決めてなかった、うん、例えばニール・ヤングの曲だってテクノだよとかね自分のアルバムではそれっぽくアレンジしてやってるしなんかこう。 別に定義ってかそれぞれの人によって違うと思う。うん、例えばクラフトワーク聞いたら絶対俺まあ一応テクノでしょ。うん、未だにスタイルも変わんないし、メンバー変わってもなんかあのラルフの感じは全然変わんないし、うん、まあバイオモートも一回ついに共演しちゃったしね。うん、そうですね。うん、だからまあそれぞれの今あのー、メンバーのこれからも多分他の人も出てくるだろうけどとりあえずこの三人の思う まあ好きなっていう感じかな好きなエレクトロニックミュージックみたいな後にエレクトロニカなんていうのもあったじゃないですか<ー>フォークトロニカとか、はい、ちょうどスケッチショーそうだったけど、うん、そのもっと前の話で,でその後また2010年代ぐらいからアメリカなんかでもいわゆるエレクトロニックポップみたいなすごく単純なキラキラしたあの若い子たちがまた卓録で始めたりして、うん、まあなんかぐるぐる回ってんですけど。うん まあそもそもどれが好きだったかっていうのをまあこんなのがテクノじゃないのっていうのをそれぞれまずちょっと選んでもらったんで、えー、その曲を聞いてみましょうかね、はい、山田くんにとってのまずそのまああのテクノ原体験って書いてあったんで、うん、そうなるとやっぱどうしても YMO になっちゃうんですけど、うん、僕ぐらいの世代だと小学校の時にこれテレビの CM で多分聞いたと思うんですけど 開け心っていうわ右も門の曲で、うん、ちょっとあの投げやりになってた時期ね僕たちが <laughs> なんかひろさんとわ右も門3人がなんか暗い部屋で具合悪そうに座ってるんですよねそこ,なん,かそこになんかね鉄の塊がボーンってきて壁が壊れたりねなんかすごいねトラウマ的なこう ショックがあって <laughs> <ー>曲もすごいなんか異様な雰囲気の曲でこの人たちさんでるなみたいなんかね異常にこう子供心にすごい衝撃というか、うん、なるほどねあれがテレビでまあ流れてたっていうのもやっぱ時代としてやっぱ相当すごい時代だなって 体が悪そうに見えましたね。<laughs> <うか> <laughs> <laughs> あの病んでたのかもしれません <laughs> はちょっとそれをじゃあ、えー、じゃあそれを聞いてもらっていいですかえ,ー、えっと「YMO、はい」で「開け心自生記」はい、えっと「イエロー・マジック・オーケストラ」で「開け心自生記」でしたまあね 確かに今改めて聞くとかなり壊れてますよね。マッドですね。うん、かなり。やばい。<laughs> やばい。やっぱ子供には危険 <laughs>、うん。いや、大人、あの頃僕たち、あの、多分この曲をやった時、今のレオ君より若いからね。ああ、そっか。うん,うん。だから相当やんでる、ね、これは。<laughs> <laughs> 大丈夫大丈夫めちゃめちゃかっこいいですね。やっぱ、うんうん、攻撃的ですよね。うん、もうなんか。 もう関係ないやみたいな、うん、ポピュラリティとかなんかみんなにどう受けるかとかも、うん、もうでもこれメインストリームの結構ど真ん中にこういうものがあったっていうのはすご,す, <laughs> すごいことだよね考えると80年81年とかそのくらいですけどね小学生が聞いてたんだもんね <laughs> <laughs> それでもなんかもうこんなになっちゃったこん,ななんで <laughs> でもフリッパーズの時はちょっともうちょっと健康的だったんだけどねあでもやっぱひねくれてたね あの 2>, 2人も二人持って1人だけどそのうちの、うん、そうですね怜央生まれてないか81年ぐらい、ね、1> 1あ歳生,ま生まれた年ですね <laughs> 生まれた年で、ね、よ,よかったせなくて <laughs> <laughs> なんか大境にも悪そうお母様の <laughs> まあ,あでもなんか今聞いても別に古いとか新しいの次元じゃないですねこれはね かそんな気がします、ねうん、な感じです,すごい新しく聞こえました今、うん、<laughs> 聞いたら、うん、じゃあその81年生まれのレオの、うんの、まあ、テクノそうねテクノって本ん何なのかよく分からないんですけどまあいいや最初にやってた僕たちも分かってないからね通ってないですね私はそんなにだけど ずっと僕はあのー、中学高校の時ずっとメタルとかロックが好きで,、うん、でもうなんかそれ以外はあんまりいらないやみたいな思ってたんですけどえー、っとまあアンビエントアンビエントテクノ とは言えるのかな。テクノのサブジャンルですよね。うん。ワンさんが一位どっぷり入ってましたね。うん。だワープレコーズとか、あの辺の。で、えっとね、北山くんっていう人が、うん。エイフェクツイン、これやばいから、これ聞いてみない個人名多いんだよね。インタビューとかね。石原さんとかね。あそう誰それっていう話が。石原さんは前も、レオくんに初めて聞かせてた人でしたし。そうです。しかもね、 今朝思ったんですけど、えっとね、石川さんだったんですよ。ね石川優子。<laughs> だいぶ前の取材で違う名前言っちゃってるけどな、それ。<laughs> まあいいか。うん。もう時効ということで。石川優子さんの旦那さんに YMO の,あのライブ版を。聞かしてもらった聞かしてもらったんです,ですね。そうですね。うん、ええー。まあだけどそ、それはすごい幼い時で、でも中3とか高1ぐらいの時に、えー、北山くんが、うん、えー、エイフェクスツイン、 <の> CD 貸してくれて北山,北山君ね、うん、北山君がそして初めてこうあの電子音楽が、はい、すごいかっこいいなと電子音楽でも要はメタルとかロックじゃなくても攻撃的な音楽が作れるんだなっていうの実感して、うん、でそれで一気にこう。 趣味が広が広というか、うん、だからそれはすごい衝撃的な体験でしたね。発見というか。レオ君の,あの、まあ、知り合った頃に、うん、レオ君のバンドっていうか、まあ、あの2人のイントとかうん、うん、それから歌聴いてるとてっきりあのもうデビットバンとかあのディーボとか、ええ、あの辺のニューウェーブとかにこう。 戻って、80年代もバリバリ聴いてんだろうなと思ってたら、うん。メタルだったんだ。メタルだったんだ <laughs> だから、<laughs> メタファイブには合ってんだけど、<laughs> 名前的に。あ、ゴロがってメタリカ的な。語呂合ってるだけで、音楽性は全然合ってないんですけど。うん、でもそこで違う方向に、まあ、行かせていただいたという、その曲をじゃえっと、AFX Twin の、えー、I Care Because You Do っていう、私が初めて聞いた彼のアルバムからの1曲目で、<laughs> アクリッド・アビッド・ジャム・シュレッド。 っていう曲です。えええー。今聞いていただいたのは、ええー、エイフェクスツインで、アクリッドアビッドジャムシュレッドという曲でした。ね、この辺の感じは、まあ。あちょっと通る道ではあったんですよ。ええ、僕はあんまりね、ずっぽしはまってないですけども。うん。 もっとリズムも何もなくなった方に行って例えば「いいの」とかの世界のはい、はい、なると細野さんとかも相当言ってましたね、うん、オーニサイトの頃かなうん、うん、まあテイくが逆にそっちの方向に戻ってきた一回はまったりもしてたしあ<ー>小山田くんはあんまりこの辺は、はい、いやエフェクツイン好きですようん、うん、あのセレクテッドアンビエントワークスって アンンビエトののやつとかすごいそそうねっち方が初期の方がもっとこうまあいわゆるアンビエントテクノ感はありますよねまああのどっちかと今なんかもダークだよねちょっとね世界自体はダーク浮遊感はあるけどきらびやかに明るいテクノじゃないよねまあでもイギリスで生まれたあのんかその辺の クラフトアーカーももう鉄のような鋼鉄のような音楽だけど、ええ、ニューウェーブも混ざってた頃の,そのエレクトリック・ミュージックってなんかやっぱポップだったけど、はい、ちょっと暗さもあったりして、ええ、やっぱ僕はその辺にどっぷりはまってて、うん、80年代頭の頃はずっとロンドンにいたんで、ええ、81年まず一番長かったし82年も自分のレコードその2年続けて向こうでレコーディングしてて、うん、まあ海外のアーティストにも参加してて。はい ロビン・スコットとかゼ、うん、イン・グリフとか、まあ、いると「どうせいるんだから何か参加してよ」って言われるんで <laughs> 自分が終わってからも三4ヶ月はいろんな人のレコーディングに参加してたんだけど、うん、まあその中でも仲良くなったバンドの一つにウルトラボックスがあるんですけども「はいはい、ウォーレン・カーン」っていうドラマがすごくかっこよくて、えー、あ,のあるクラブで「ウォーレンが来る」って言うから待ってたらバイクで、うん、それでいわゆるこう。 なななんていうののかン、うん、でテクノ系のバンドじゃなかったっけっていうぐらい完璧になんかこうね昔のジェームス・ディーみたいな髪型でロッカーうん、うん、ロッカーっぽいんだよね、うん、それがなんか見本にかっこよくて性、うん、がすごい大きいんだけどうん、うん、で自分の初めての82年のソロツアーの時にドラム誰にやってもらおうかなっていう時にスティーブ・ジャンセンに頼むか、はい、ウォーレンに頼むか、うん、デビッド・パーマにするかっていうのがね その3人がいたんですけど<ー>デビット・パーマーというのは ABC というグループにいたんだけど結局『親物』3回の時はデビット・パーマーに来てもらったんですけどその時はスティーブは別の自分のツアーをやってたから<ー>、まあ、そのウルトラボックスの曲をじゃあ僕と細野さんが、まあ、結構影響を受けてまあ Q なんかも同時期にできた曲だけどこれはその影響を受けた曲の一つですねレコーディングスタイルも音も大好きでしたけど。 ウルトラボックスで「パッショネットリプライ」です聴 <noise>、えー、いていただいたのはウルトラボックスで「パッショネットリプライ」という曲でしたまああのメタファイブやってもおかしくないぐらいのサウンドですよねちょっとアレンジ加えれば、うん、レオ君なんか合いそうだよねニッユーロの歌、うん 道ユーロって昔心理事にいましたよね、うん、確かそうじゃないだ結構メタル要素もあるんでやっぱりそうなのか <laughs> 元メタルですよまああのみちはそのウルトラボックスみんな大きいんだけど、うん、リードボーカルだけはあ,のあんまり大きくなくて、うん、なんかゲイリー・ニューマンという人がいてはい、はい、チューブエアミっていうグループあったんだけど、うん、それの人たちはもっと もうモノクラフトワークの影響を受けてイギリスっぽくなってるグループだったんだけど、うん、ライブ見たら立花一君と見に行ったら「ユキロこれさっきやった曲だよね」って言うから「<laughs> 違う違う違う曲だよ」ってまたしばらくもう5曲目ぐらいこれさっきやった曲だよね」<laughs> 違「違う違う」ってぐらいみんな同じなの」なんて感じが、うん、だからこの頃ってなんかこう共通言語のように同じようなあの音でやってるっていう感じがあったね、うん、ベースラインもこれ なんかテクノのお決まりラインみたいな感じだからまあでもやっぱりなぜ僕がちょっと影響を受けてるかは多分皆さん分かっていただいたと思うんですけどね、うんえー、なんか道浦の髭の感じと雪子さんのヒの感じなんかちょっとかぶるな <laughs> あの人もひゲしったらそれもね <laughs>、うん、まあなんかあそういうわけでそれぞれのテクノ源体験ということでお話をしてまいりましたけれども 1>, え1月前半のサウンドクリエイターズファイルはメタファイブが担当しています、まあ、改めまして高橋紀郎と山田圭吾えレオ今井ですまあこの3人があお送りしておりますけれどもメタファイブのメンバーはまあそれぞれの場所でも活躍していますとか書いてありますがそれどころじゃないぐらいいろいろこう皆さんやってらっしゃって特に権藤君がすごいんですよね ゃ一番幅広いです、ね、幅広広いいでですすねね、うん、僕も去年はちょっと忙しかったんですけど今年はもうちょっとなんかのんびりやりたいなって,って、まあ、このバンドにしばらくはかけてみようかなとかけるって言うと大げさですけども <laughs> まあちゃんとあのメタファイブにと思ってるんですけどそう言いながらも別のこと頼まれる人はついやっちゃったりするんですけどねうん、うん、えー、まあこっからは今日の3人で、えー、僕が「 小、まあ、山田君といえばコーネリアスなんですけど一人コーネリアスというでもライブでもすごいまとまっててその時に堀江君とか紹介してもらったんだよねあそうなんですかうん小山田君の紹介なのうんここで、ね キロさんにナンパされてスケッチショーに参加するときに「一、うん、人,人じゃ怖いです」って「<laughs> それで <laughs> 友達連れてっていいですか?」みたいなもうあのつるんでてあのもうなんかこうそれこそあのいつもハングアウトしてたような、あのー、合宿みたいないつもリハだったって言ってたねあのころ、うん、部活ですね部活。<laughs> でもすごいね計算された今スの,そのステージでやっぱりビジュアルがすごくね良かったんですよそのいつもシンクしてる感じがまあこれからコンレースの活動どうなっていくのか楽しみなんですけどももうあの形ではもう見れないかもしれないよねそうですねもう随分経ったんで<う>んまたちょっと違う感じになるかな。 まあずいぶんやってないんでよくわかんないやってなさいやすいませんよそ,の <laughs> そろそろやろうかなとは思ってますけど、うんまあ、曲はぼちぼち作ったりしてるというのは聞いてるんですけども、はいまあ、メタ5に誘っといて余計なことあんまり言わないにしますけどボケをおるんで <laughs> <laughs> えー、まあ小山田君はえっ、ー、とまあメタにとっての立ち位置っていうと一応テーピーによるとあの フロント3人と言われてますすよねね僕たちそうです、ね、砂原プロデューサーには野球で言えばショートだって言われましたいやあの小山田君がまあギターで前で目立ってて上尾君と僕は2人でボーカルを取るっていうリードをお互いに取るみたいな形なんですけど今のところまああのこの3クリエイターズファイルのまた後半は。 えっと別の3人がやるわけですけど厨房の中の人たちですよ、ね、厨房か僕らフロアっていう客サービスか <laughs> <laughs> あっちはじゃ作ってる人たちだ <laughs> 僕たちはあの注文聞いて出してるだけまあねそういう言い方もしてたとあと倉庫番とも言ってましたですね <laughs> なんかあのなんか資料を出してくるっていうファイルを頼まれると、うん ってていいいう表現もろろしてますよね,ねまあみんなあの取材がいろいろ長くなってくると立て込んでくると一日に何本もだんだん言うことがめちゃくちゃになってきて <laughs> 立ち位置も変わってくるんですよねみんなねいざとなったらレオ君全部出せばいいや全然に <laughs> みたいな <laughs> 今日もそういうことに本当はしたいんですけどもね,ねまずはそのフロントマンでしかもまあリードギターレオ君もギター弾きますけども 大山田君、コーネリエス時代の曲で、えー、これはねあのビジュアルは誰だっけ辻嘉君だっけ。これは辻嘉君ですね。ねうん、あのちょうどステージで見ててもシンクしててそれと、まあすごく面白かったんですけども、それで印象深い。まあみんなの頃の曲好きだけど、コーネリエスですねこれはね、うん、トーントワライト。 聴いていただいたのはコーヌリアスで「トーン・トゥワイライト・ゾーン」でした小山田君もう懐かしい感じ<あ>これそこまで昔じゃないか、うん、そうですねでも15年ぐらい前かな、うん、あもうそんなたつっけ結構経つんですよねライブではもうちょっとそ,その後もやってたよねライブではやってましたやってましたなんか僕たちがスケッチショーでえー、っと2 0 0 5 6年だったかな バルセロナの,あの,あのソナーの後にイギリスでもやったんだけど、うん、その時ラジオ番組に呼ばれて出たそこのディレクターがすごいコミュニケースのファンで「ワイ、うん、も以来日本のバンドが来てあんだけ盛り上がったバンドはちょっといなかった」ってすがさなんか作家に言ってたのそれはすごい覚えてるな、うん、なんか大ファンみたいで。 あとはって言ったらワイモ以外だと、うん、細野さんの昔の対案用語とかさ<ー>イギリス人なのにそういうのな七分持ってて<ー>不思議な人だったけどそれでなんかそうかやっぱこうい、ね、うやつはるだろうなう結構大きいところでやったでしょうもうイギリス最後の方はイギリスうんまあそこそこホールとかでやってエリザベスホールとかでやってましたね<ー>、うん、ロイヤルフェスじゃなくてロイヤルフェスだったかな クイーン・エリザベスホールありますね、うん、サウスバンクの方に、うんうんうん、そっちか、うん、ロイヤルフェスはあだワイモーだねえー、まあそういうわけで次のアルバムが楽しみになる山田君のコーナリアスですけどもねえー、っとレオんはな山田君の曲とあんま記憶ないいやあの大学1年ぐらいの時にロンドンのもうないんですけどセレクタディスクっていうすごい いいあの CD レコード屋があってあセレクターディスクって聞いたことあるけど、うん、ベリックスあの双方の,、うん、であのもうなくなっちゃったんですその時ファンタズマ面出しになっててショップウィンドの、うん、それ買ってずっとマイクチェックを聞いてたのを覚えてます <laughs>、うん、マイクチェック <laughs> マイクチェックって曲があるんです 1>, 1曲目ですよね <laughs> うん、1曲目じゃないと合わないねそのタイプ <laughs> かなり好きです、ね、本当にマイクチェックしてる曲なんですけどねそ,あそれは結構受けるかも、うんうん、なるほどうんと次はじゃあレオくんなんですけども今日の3人の中でレオくんはやっぱフロントですよねそうですね全体をねレオくんがそうですねこうグイッと 引っ張ってるというかね若返らしてる若返らしてるい,いきなり若返っちゃって僕も <laughs> 無理やり若返らされてるっていう感じもしないでもないんですけどやっぱレく君がいるおかげですごい勢いがつきましたねうん、うん、マジですかマジですかって <laughs> マジですね、うん、あのまあずっとその,あの感じについていかなきゃと思って必死ですけどねそんなことないでしょ まあ、あじゃあ今度はね小山田君が好きなレオ君の曲っていうのを、うん、えっとレオ君は知り合ったのは本当この「メタ5」がほぼ最初って感じなんだけど、ねうん、最初に見たのは、うん、あの細野さんが前回でやってたイベンあ僕もあるとレヴィットで着物下で出てたんですけどすごい音でかかったよ、ねうん てかあそこあんまほらでかい音でやる人いないんで細野さんのライブでみんなその時青葉いちこちゃんも同じ日出てましたね初めて会った日だったんだけどまあ比較的こうアコースティックな人が多かったからでまあその時に初めて見てあなるほどね着物すかっこいいなと思って僕もワールドアピネスに出てもらったことありますね その、ね「キモの巣」から「オールモストヒューマン」という曲ですキモで Human でしたこれがあの元はメタル好きだった人の,あのユニットとは思えないですね音がね ねってどうしちゃったんでしょうね <laughs> 本当にどうしちゃったってあのどっちかっていうとメタファイブの方があれじゃないですかあのメタルっぽいメタルっぽいっていうか <laughs> あの勢いがすごいですよねそうですねこでも妙にこう結構アグレッシブに歌おうとしましたねえっとじゃあレオ君があの僕の曲たくさんあるけどうん僕はメタファイブの中でどんなポジションですかっていうことなんですけど えー、会長ですね、うん、<laughs> 最近会長ですね<つ>もう、うん、釣りクラブじゃない、ね、<laughs> <laughs> 昔東京釣りにそ総釣り会っていうところの会長やってましたけどね幸ろさんの曲はこの間あの「m e t イ5バージョンの「Q」を見てたんですけどあのまあ改めてう、まあ、本当名曲だなって思ってでよく考えたらあれ 僕が生まれた年にできた曲なんですよねですです34年前ですよちょうど、うん、ですごいやっぱ新鮮に聞こえるし3月21日発売だってマリンが言ってましたねあそうなの <laughs> 発売日まで全部生徒手帳に書いてある <laughs> <laughs> そう言ってた言ってた <laughs>、うんまあ、でもとにかくすごいあもう本当キラーキラーチューンっていうかもう歴史的チューンだなって思いながら見てて であれライブでメタバイスでライブでやるときいつもあれほっとすると同時にテンション上がるんですよね私はあれやるとかスカーってこう広がる感じがあってうん、うん、なのであのまあ歌詞もそんな感じだもんねそうです、ね、この,このなんか今の混沌から抜け出したいんだっていうね、うんうん、も,もうちょいで抜け出しそうだって言ってるけどあそっか 抜、うん、け出したいないんでね<ー> <laughs> だね。またまあ出口主義ですから僕もね、えー、そういうのがまああるんですけど、うん、別の、えー、曲でそれをじゃあ言ってみましょうか。えー、じゃあ YMO で Q。聞いていただいたのは YMO で Q でした。 まあ今聞いてみても別に,あの別にやってるからね <laughs> <laughs> このアレンジマリンが完全にちゃんと作ってくれてるんで OK を、ね、ほぼ近いですけどね僕としてはなんかちょっとこう、うん、安心感と同時にいつも新鮮に聞こえますねなんか懐かしいっていう感じは全然しないね34年前のね、うんうん、その年のもう僕その後すぐの本当にもう 集まになってる頃には多分向こう行っちゃっててあそうなんですかうんそれで向こうで自分のニューロマンティック中でこう続いた<ー>続いてるんですよねイメージがそれで帰ってきてビートナックスすぐ作って11月にはテクノデリックかも<あ><あ>アルバムもてるてアルバム何枚作ってたの ?11 枚 <laughs> 1年で 1> <laughs> えでで Q ができた頃はユキロさんはいくつだったんですか何歳だったんですかえっと29ああ それもすごいですよね、若いですよね、そうですね、もうあのその年代のいつも2年、つまり82年にもそも何十、何十って変わっていってるから、うん、29なはずですね、うん、まあ、仕事盛り、したい盛りというか、ええ、してないと不安になるような時期ですね。はい、はい もう1年のうちの300日ぐらいはスタジオにいたという感じですけどね、日本とイギリスの。住み着いてる感じですね。スタジオの壁のシミって言ってましたね。<laughs> <laughs> シミみたいになっちゃったって。うん、まあ、そんな頃でしたけどね。ちなみに小山田君が僕のなんか選ぶとしたらって出てきますなんか。うん、まあ、たくさんあるけど、 使デ捨スポーザブルラブあれ歌詞ですねこれメタ5で最初のライブの時にやったんだけどんかそのリハの後かなんかに3人でどっか飲み行った時にみんなで歌いましたよねそうですね覚えてない覚えてない覚えてないレオ君超歌ってて店でかかってたんですまああの いわゆる直訳して使い捨てハートという日本題がついてるんですけど、うん、まああの,あのピーター・バラカンとして考えつてて飛行機に乗るとディスポーズブバックってあるじゃないですか前そこから撮ったんだけどね、うん、まあそれをラブソングにしたらどうなるかなとかってっていやすごいでもこう甘い 甘いいっていうかほろ歌詞のいつもあのダメな男の歌ですからね<ー>僕は日本語でも英語でもなるほどね <laughs> なるほどねって言われても困るんだけど <laughs> <laughs> まあ、まあ、あの頃の曲はやっぱり、えー、多くなっちゃうのかな、えー、そういうことで今回の「サウンドクリエイターズファイルは」は高橋幸紀郎山田敬吾レオ今井の3人でお送りしています メタ5は他かに帝都は砂良ウ・権藤智彦全部で6人のメンバーがいますけれどもねえー、とここで番組の特別企画ですっていうのをねあるんですよ、うん、これがちょっとね難題なんですよねこれ他の3人にもきっと振られるんでしょうねそううですよねなんていうかちょっと テイ君は大体想像つくんでね絶対女の子だって言うんだと思う、ね、ああ可愛い女の子を絶対選ぶでしょうね選ぶんだよねそ,のそれも大体娘ぐらいの年だ <laughs> 大体あの自分のシングルは僕を歌わせてその子と大体共演させるっていうパターンですからね最近は、うん、ええー、まあ,あ7人目のメンバーを探せって書いてありますねそうなんですよ 入れるとしたら例えば「あの楽器うまい人入れたよね」とかね「うん、タブラーう,まうまい人入れたよね」とかないじゃないですか。ユか言うざんでしうざかないし「ゆずはメタファイブ合わねえだろ」うみたいなあるしね <laughs> えっといちこちゃんタイプの女性でもなさそうだなと。うん、かといってあのク君が選ぶような女の子だと、うん、全曲こう参加させたり全面に出していくわけには、うん だって本業歌手じゃない人ばっかしか選ばないじゃないですかあの人まずルックスから入ってくるんでね。そうですね。うん。てい塾嬢がいいですね。塾女がいい。そういう趣味だったんだ。いやいやなんかあのニコとかさ、ナンシーシナトラとかさ、分かんないけどああいう感じの人入れたいですね。なるほどね。うんうん。それもマスコット的な感じにもなりますしね。ダスティースプリングフィールドとかなんか。 今じゃなないいルルビーバルタみた歌も,もう当時ね若かった時の,、うん、あの「アイドルを探せ」っていう曲ありましたけどね、うん、ルックスかわいくて歌もいいっていうのはまあいいんですけどね、うん、かといって別になんかねいわゆる日本のアイドル系じゃないだろうしねハマ、うん、んないよね、うん、それは。うん「ベルベット・アンダーグラウンドニコ」みたいな。 ローリー・アンダーソンではないと。うん、ちょっと主張が強すぎるよね、うん、あの人だと。メタファイブ マドレーヌ・イマイ。あ、マドレーヌ・イマイ。いいかも。レオんの僕のママなんですそれはいいけど、ママにな、あの、今回参加してもらってるんですよね。会いたいな、ママ。ママは、あの、ライブに来ますよ。僕、僕、お会いしましたよ。あ一回そうですね。ライブに来てくれて。すいません、そういうことじゃないですよね、これね。違うんですよね。何名のメンバーう。ら曲をかけたいんですよ。曲をかけないといけないですね。なんか、できればかけたいと。 ここもくん任せようかな。うんうん、何だろううん、七人目のメンバー。別に楽器が上手い必要ないよね。うん。なんかこう、例えば、マッシュバタックの 3D、ユキオさん、知り合いですよね。知り合い。ラッパーラッパー。<laughs> ラッパー。うん。だから、スヌープか。 エミネムか困ったなそれがでももうちょっとリアリティあるのはマッシュアタックの 3D がたまに出てきてボソボソ「ええ」みたいな言ってたりしたら面白いかなとかテクノリサイタルっていう字書いてくれなかったあそうですよあれ 3D だっけそそそうううかだよね カタカナでそうチクノリサイタルのリサイタル誰がチクったんだな最初はまあそういう感じがいいとマシブまさか書けるんですかえダメダですかねダスティースプリングフィールドでもいいですいいよじゃあ何でもいいよトムジョンズみたいな人どうですかトムジョンズもっとョマッチョマッチョもっともっとマッチョな人あの さらに熱苦しいボーカリスト。い、うん、人。三 <laughs> 人並んで歌ったらすごいよ。<laughs> 熱唱するっていうね、うん。あの、ほら、あの、マーズアタックだっけ、うん、あの映画。映画あの、最後に歌った曲あるじゃないトム・ジョーンズ賞の主題歌。あ えと僕、見たことないんですよ、あっ、本当、あっ、あれが出てくるわけじゃない、あ <laughs> っ、あれが出てくんあ<ん>っ、あれが出てくンあっ、あれが出てくる、あ、う、っ、ん、あれが出てくる、あっ <laughs>、うん、とれが出てくる、あっ、あれが出てくる、あっ、あれが出てくる、あっ、あれがいてんじゃないでがかね ああじゃあトム・ジョーンズでトム・ジョーンズ,ーンズトーキング・ヘッズのカバーやってた <laughs> じゃあその辺にしますか <laughs> <あ>逆にそうなんだ友達になれるかなちょっとならまでいいやつですよ <laughs> トム・ジョーンズ <laughs> 今はねだいぶ落ち着いてるかもしれないけど相当昔だったらう暑、ん、苦しいと思いますよそういえばあのアート・オブ・ノイズと一緒にやったりしてなかったっけ <laughs> やってましたっけトム・ジョーンズやってますよね確かにね あっっちでやってじゃあ意外と理解はあるかもしれませんいろいろやってる <laughs> まあ言われるがままに言っただけみたいな感じもなくはないんだけどなかなかそれのアルバムもなんか良かった曲が「ラム・ジョーンズのドント・ムーブ」とかちょっと聞いてみたかったけど僕は悪いけどあの一緒に歌うの嫌だな <laughs> じゃあ人でやってい,いて, 1> <laughs> 1て僕たちハーモニー回ろうかじゃあ、うん、アカペラアカペラで <laughs> <laughs> じゃあトム・ジョーンズの曲だったら何でもいいってことにここはもうんかして、えー、パッとかけてもらいましょうかねはい、うん、えっと結局悩んだ結果聞いていただいたのはメタ5の7人目のメンバーかなり濃いですけどね、えー、トム・ジョーンズカーディガンズでしたねトーキングヘッズの「バーニングダウンザ・ハウス」のカバーでした しかしあのカーディガンズの方がまだ良かったんじゃないかな <laughs> でも、うん、あのメタで「ドンム t m o 歌ったらこんな感じになるんだろうね、うん、きっとああ相当テンション高いんでしょうね高いでしょうね、うん、やべえな <laughs> ツアーは無理かな <laughs> 無理だと思うあの僕たちが多分ついていけないと思いますもうでも今もすごいおとなしくなったりするかもよ そうかもしれないです、ね、マーサータックはあの演技すごい評判悪かったから <laughs> 最後に歌い入れてごまかしたっていうテンバートンがそういう説もありましたけどまあ,あ番組のねもう終盤になりますんでねまたあファーストアルバムメタについてのお話をまたちょっとやりたいんですけども曲はまず基本的にその1人2曲ずつっていうのが基本だったけど最終的に入り乱れたね結構。 そうですね一、うん、人二曲管理するっていう感じで曲自体はやっぱみんなの要素がこう混じってできてったって感じですね、うん、そうですね、うん、ただあのまあコンセプトとか、はい、どんなアルバムを作ろうと思ったかとか言われると、うん、実に答えがないんですね、うん、ないですねやってみたら本当にメタモロフォーゼーしたったというか突然変異のように。 できた曲が多くて、うん、みんながこう入り乱れてくんずほぐれつでで <laughs> できちゃったという感じですよね、うん、だからな,なんかこう本当にあのよく落ち着いてよかったなと、うん、そうですね、うん、砂原 P も言ってましたけど落ち着かなかったらどうなったんだろうって着地が、うん、<laughs> きちっとね収拾つきましたんでいいアルバムになったと思いますけども。 まあ曲の曲順はまあテイクがすごいうるさいんでえお伺いを立てながらも第一候補第二候補とかいろいろありましたけど最終的には僕が「これでどうでしょう」っていうのを振ったらみんなが納得してくれたんでなんか僕はいつもあの真ん中の,あのそろそろ「疲れただろうなみんなが」っていう頃に僕が出てきてでまた後半が始まって「みんな疲れただろうな」っていうと僕の曲が終わるみたいな,なんかそういう感じでまあ ああやったけどその一番メタファイブの最初に発表した曲ということなんのかなそうです、ね、あと一番こう入り乱れてる方ですよねこれはね,ね、うん、結構みんなのアイディアがあのー、もうそれぞれの生ドラムも出てくるは歌はよくメインなんだけど僕もちょこっと出てきたりみんなコーラスやってたりあと山田君が、まあ、元の骨を作ってるんで。うん ギターのカッティングがすごいかっこよかったりとか、うん、いろんな要素がある曲なんですけども、えー、次の曲はそういうわけで、えー、まあこれアルバムそのままバージョンと、えー、今までにもラジオバージョンというちょっと違うまあイントロは違うだけなんですけども両方あったんですけどもあとスタジオ録音バージョンもありましたねスタジオライブバージョンうん。スタジオ録音というかライブしながら一発撮りしたというのもありましたけども、うん まあ、アルバムの中で「えー、メタ5ドンムーブ」メ<タ>さあそういうわけで聴いていただいたのはメタ5で「ドンムーブ」でしたえー、レオ君トム・ジョーンズにちょっと負けてるとそうトム・ジョーンズの歌声聞いた後に <laughs> いやこのぐらいがいいですこれ聞いたら, <laughs> らいいい自分の「ドントムーブ」がちょっと軟弱に聞こえて <laughs> いいと思いますちょっと悔しく思いましたいやはい,いや思わなくていいと思います <laughs> サウンドクリエイターズファイル」